やっぱり殿下って呼ばれるっていうのは、まあ一応この世界では、まあ、僕だけだよね。殿下って呼ぶ人は正拳だけだったかな。松田優作さんもそうそうですだね、よそのね。後、まあ、ザ・やっジーぱりパ飛ン・び抜ケーけてゼ。るんですよ。常識にとらわれない、突き抜けてるっていうのかな。そういうとこの世界にいる俳優さんでしたよね、2人とも。最初にちょっと今会った頃の頃とふと思い出したんですけど、ホテルですね、現場。ホドテラルマでの会ったっね。ていうとこれみたいですけど ホテルっホていうテルっドラてマこれじゃないね、ですけど、現場あっでドて、ラマでそおれ会いしたで、時に、僕が自己紹介で「小野寺譲です」って言った、小野寺って名字に飛びついたんですよ、明さんが。そうでし小たっ野け？寺っていうのって、いなかったみたいで、それまで小そう野です寺ね。名の。そうですね。でも今は確か何人かいらっしゃるそう、けど、今結構多いんですそうよ。ですね。あの時いなかったですよね。いなかったね。でもその小野寺に飛びついていただいて、それでそうだっけ？そうなんですよ。え、小野寺って言うんだって言うんで、あ、そうか、小野寺って名前いないなと思って、でだからダブル小野寺だったんそうですだっよ。たんだね。だから僕、そのホテルに出た時の、記憶はね、思い出として、ホテルでロケしてたじゃないですか。で、最初の日にそのロケ現場入った時に、バーッと走ってくるっていうか、僕は。ジョー君が来て、自己紹介してもらって、よろしくねっていう話になって、じゃあ僕今こういう芝居やってるんですけど、見に来てくれますか、時間あったら見てくださいっつってチラシをいただいたんですよ。ああ、そう、最初初対面で。最初にずうずうしい野郎だだな、から俺も。ずうずうしいっていうか、すごいなとか思っありて、がとうございます。ちょっと題名とかタイトル忘れちゃったんだけど、とにかく芝居やってるんで見に来てくださいっていうんで、それが最初ああ、なんでそうすですね。か。それで見に行ったら、うわ、すげえ面白い、変わった芝居やるんだなっていう記憶があったんですね。とにかくそれが僕の中にすごくチラシをもらったことが記憶として残ってるんですそうですか。よ。ね いいイメージですかね。じゃなくえ。て いいイメージでした、それは。あ、そのいいイ行メー為ジでしは。た。ああ、よかった。それはびっくりしたし、よわ、かすっごいた。なとか思っありて。がとうございます。で、またこの僕の弟の名前が「あきら」っていうんですよ。そうですよ小野ね。寺あきらなんですそうよ。ですよね。だから本当にしばらくややこしくややて、こしくでて。よくほら僕の芝居に出ていただいてたんで、なんかそのどっかのなんか芝居見た人がネットで書いてるのが、今日お嬢さんとお嬢さんの弟が出てる芝居を見てきまして、バカ野郎、お前見てないだろ、お 見てない。前 弟のわけねえだそうろう。だよね。同じ字？字はね、違う章っね。ていう字です。文章の章、章。章ね。あきらさんはね、昭和昭和のの章章でですすけけどね。ど。だからどっちの小野寺あきらか分かんない時があるんですよ。そうだずっね。と弟のつもりで喋ってたら、あきらさんのことだったり、あきらさんのつもりで喋ってたのが最後結局うちの弟のことああ、で、そうなんだ。なんで噛み合わないんだっていうことが多々ありました。そうですか。いろいろありますけど、安心の医療体制で笑顔いっぱいのフロンティアの介護に決めました。363-133。いや、でも秋田さん、もうダブル小野寺で僕ちょっとワクワクしてるんですけど、ただよく考えたら、僕小野寺名捨てたんですよ。捨てたの？ジョーだけになったんですよ、僕。あ、なんかツイッターに書いてあったね。そうなんですなんでよ。捨てたの？いやいや、姓名判断なんですで、け生ど、命判断良くないの？いや、総画数はとてもいいんですけど、
名字とこの名前の上の間の角がよくだすごい大凶で、それ気にする人なんだ。ちょっと気にしてみました。年齢も年齢、ちょっと体の心配があったんで、うんうん、なるほどね、ちょっとそういうことが悪い今日だったんですよ。体病気になるとか、うん、でちょっと一応こう一回、まあ、一文字ってなかなかないなと思って、うん、上、上です。上で。ただもうせっかくなんで、うん、今日は今ここテロップでもう一回出させていきます。小野寺上。小野寺明。小野寺上。小野寺明。よし、比べます。今日だけは小野寺城で行かさせてる。そうですか。あ、そうなんだ。そうなんですよ。もうそういうの一切気にしたことないな。あ、そうですか。画数も分かんないし、何も分かんないし。でもいいんじゃないですかね、画数ね。そうなんだろうね。いいのか悪いのか分かんない。でも一文字ってやっぱりいいですよね、小野寺。小野寺が三文字なんで。そうですね、三文字に一文字だからね。バランスがいいですね。バランスはいいことはいいですね。でもうちの子供二人ですけど、名前二文字です。あ、そう、俺子供五文字です。合わせて五文字。三人いるんだけど長男に苦労させてやろうと思って三文字。なんじゃそれ。何太郎とかそんなこと。純太郎。小野寺純太郎。書くのに時間かかるだろう、ざまみろみたいな。それはあれ、あの子供の頃ひらがななんで、うん、絶対答案用紙の名前からはみ出してたと思いますよ、うん、 ね、でその次2番目3番目は一文字にしたんですけど、結局戻したんだけど。実験台ですね。長男、大体長男そうなんですけど、うん、そうするとやっぱりそのせいか高校時代までグレてたね。親に反抗してたね。今もちろんそのことないんだけど。6文字の呪いですよそれ。そうそう。あのうちの母も、うん、うちのおばあちゃんが、うん、そのマニュアル通りにおっぱいあげてたんですって、うん、うちの母が僕に、うんうんうん、そんなあげちゃダメダメって言って、うん、おばあちゃんは言ってたのに、うん、うちの母いいのよいいのよ、まあ、マニュアル通りにって俺ゲー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 ゲロ言ってるのに、ずっとその何時間に1回とか2時間に1回とか、うん、あのあげてたんですよ、うんうん、そしたらブックブクに太っちゃって。あだから僕が太ったのはマニュアルのせいなんです。なるほど、そういうことか。育児の、はい、なるほど。ちょっと恨んでましたけどね、うん、じゃあ子供の頃からちょっと太ってたの？幼稚園ぐらいから太り出して。あ、幼稚頃から。小学校はもう超デブでしたよ。あ、そうでしたか。で中3でダイエットして、うん、痩せて、うん、でまたちょっと30に近づいたら酒ばっか飲んで食べたり飲んで太って、ね、でウルトラマンダイナってです番組があって、うんうん、それはもう太ろうと思ったら、うん、本当に太っちゃったんですよ、うん、85キロまで。あ、そうなんだ。命に関わりそうなぐらい。それやばいね。やばいやばいですよ、ね、心臓もちょっとやばかったんで、うん、そうですか。で今、まあ、また戻したんですけど、ね、はい、うん、1位はちょっとスマートになったかな。そうですね、今あと10キロ以上。そうですね、したよね、はい、うん、僕は変わんないな。お腹は出てきたけど。いやいや変わんない変わんないですよ。お腹は出てきたけど、もう全然イメージそのまんまですよ、明さん。そんなに太ったり痩せたりっていうのはなかったな、ええ、まあ年とともに少しずつ少しずつお腹とか出てくるから、うん、それもしょうがないなと思って、ええ、でもイメージとしてはもうあの僕が見てた太陽にほえろの殿下の。いやもう殿下じゃないんだけどね。いまだに言われるんだ。最初の頃はね、やめた頃はもう殿下って言われるのは嫌でさ、京都の撮影所なんか行くじゃない、そうするとまあちょっとレギュラーなんかやってるとさ、もう殿下とか言うの。そうそう、先輩とか。若い人は言わないんだけど、古い人たちはね、立石さんとか古いじゃない、おい殿下そこそことかで、こしろ、いやあの僕殿下じゃないんだけどなとか言うんだけど、もうすいませんとか言ってくれるんだけど、次の日また殿下です。まあ諦めてね。言いやすいしイメージが。そしてね、だいぶ経ってからね、やっぱり殿下って呼ばれるっていうのは、まあ一応この世界では、まあ、僕だけだよね。いやそうです。それがね、そうですよ。やっぱりすごいことだなと思うようになったんですよ。だってその後あの毎度お騒がせしますもん、あの大ヒットドラマでお父さん役でも、うん、お父さんとは言われないですもんね。そうですね。毎度お騒がせしますとかも言われないですよね。だから殿下って言いやすいし、そう言いやすいし、ね、定着。あの殿下って呼び捨てじゃないんですよね。継承なんですよね、やっぱり。何々殿下じゃない。はい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 、はい。だから。呼び捨てじゃないんで、まあ、ちょっと呼び捨てっぽく聞こえるんだけども、ええ、何々殿下何々妃殿下っていうわけだから、うん、呼び捨てではないよね。後輩とか殿下さんっていう人いませんでした？
後輩はみんなね名前呼んでくれるし、 あと、まあ、太陽やってる頃はあの島刑事っていう島っていう名前だったんですよ、はいはい、刑事さんの名前ね、さすがに島さんとか言ってくれたけど、後輩はね、はいはい、殿下って呼ぶ人は証券だけだったかな年下で年は俺より全然若いんだけどキャリアはどうだろうな、彼の方がスターになったのは早かったから彼は偉かったからおい殿下とか言ってたよね、あのマカロニはやっぱり超インパクトでしたよね、すごかったよね彼はね、どうでした、いや、ね、率直な俳優としての感想、いやもう、1年目でしょ、最初に一緒にスタートしてるわけだけど、そうですよね、なんだこいつと思いましたよ、おすごい、僕らがなんとなくこういう時はこういう芝居だなとかって、まあはい、ある種のマニュアルじゃないけど、はいはい、まあ、こういう芝居するのが無難だし普通だな、普通の芝居をするにはこうすればいいんだなと思った、はい、そこ全然関係ない人なんですよ、あ自分の感覚でどんどん飛び越えちゃうし突き抜けちゃうし、はい、そこがやっぱりすごいなと、それが様になるんだわ、ですね、うん、だからすごい役者だなと思いましたね、さすがだなと思ったし、悪の強さっていうかアウトローな感じの匂いもするし、ね、色気もありましたよね、全然刑事っぽくないんだけど、うん、すごい、でも逆に言えば、うん、いい役者だったね、あと松田優作さんもそうだよね、そうですね、その後松田ジーパン刑事やっぱり飛び抜けてるんですよ、あの常識にとらわれない、うん、なんかな突き抜けてるっていうのかな、はい、そういうところの世界にいる俳優さんでしたよね、2人とも、やっぱり同じセリフでもやっぱり自分の考え、例えばこう普通に正統派で考えてることではないものを持ってくるっていう、うん、そうですね、ですよね、表情とかね、はい、動きとかを、はい、あの平気でやるんですよ、はいはい、でまあ、当時あの今はもうタバコはね吸わないんだけど、はい、昔ってみんなもタバコが小道具だったんですよ、はい、で証券さんの萩川さんで一番思い出したのは、車に乗っててね、タバコつけるときにね、車のライターがあるじゃないですか、うん、はい、あれでこうやってつけるんですよ、はい、それ見てね、ええ、発想がすごいなとか、ね、今だったらまあ普通な、ね、昔そんなことしたかなっていうぐらいだし、まだこれ平気でポッと投げるし、そんなこと平気でやって、でも刑事さんだからそんなことやっちゃいけないわけじゃない、はいはい、でもそれ全然通り越しちゃってるね、はい、うん、そういうとこがあったりとかね、うん、まあ、とにかくすごい斬新な新人でしたよね、ですね、まあ、もちろん映画の経験とかね、はい、何本かやってるし、うん、あの音楽の世界ではねトップスターだったから、はい、それをそのまま現場へ持ち込んできて、うん、で、あの主題曲もタンタンタンっていろんな曲あるじゃないですか、はいはい、あれもあの自分の知ってる大野高大野さんのバンドじゃない人だったんですよ、はいはい、それを証券が無理やりその人を連れてきて、この人に曲をね、あの劇中の曲も全部書いてもらうようにってプロデューサーに提案したんですよ、あそうですか、で曲側としてはさ、広報側としてはいやいやこっちで決めてるメンバーがいるんだけど、うん、いや絶対彼がいいからっつって連れてきたんですよ、案の定よくてすごい曲、そうですね、すごい曲ができてみんなびっくりしましたよね、最初あのドラマが始まった時に、はい、それで一気にもう全国に広がって、はい、まあすごいドラマだったなと思いますよね、うん、証券の貢献度ってすごく大きいよね、ですね、最初半年って聞いてたんですよ、はい、まあ、昔はだいたいワンクールが13本でツークールが26本、うん、そうですね、まあ、1年間やると50本ってなってたんだけど、はい、あのツークールだから26本で終わるって言ってた、はい、昔大体今ワンクールだけど昔ツークルーが普通でしたね、ツークルーが多かったですね、はい、連続ドラマはね、はい、ところがもうすごい評判になっちゃって、はい、1年になるんです、あ1年藤原さん俺半年のつもりだったのにもう半年やるのかよ、やだよ飽きたよとかなんか平気で俺たる前で言っててさもうやるの決まったわしょうがないから、彼も諦めるしかなくて、でも1年終わったら俺はあの辞めるからって言うんで殉職させてくれっていうことになって、まあ皆さん知ってるようにこう刺されて、ね、はいはい、刺されて死んでしまうっていう、はい、そういうでそこで新人刑事はあの殉職するっていうパターンが出てきたんですよ、で、うん、でジーパンで松田さんも1年で、あ1年しか出てなかったんですか、松田優作さんも1年なんですよ、なんじゃこらーって言うでしょ、あそうですか、うん、あれも1年で、その後はまあ2年とかね3年とか、はい、
で僕も8年やってさすがにちょっと飽きたなとか思って。秋田さん殉職でしたっけ。殉職、車、殉職っていうか車が崖下に落っこって爆発してっていう、まあ死ぬんですけども、もうちょっと顔出して死にたかった。だからね僕ね、なんじゃこらじゃなくても、そうそうそう、で新人刑事ってみんなそういうふうに壮絶にね、はい、死んでいったんですよ、はい、僕はあの新人刑事ではなかったからね、最初からレギュラーでやってたから新人刑事とは違う、うん、あの殉職の仕方をあの考えてくださいってプロデューサーにお願いしたんです、はい、で結局考えていただいたのがあの山道、まあ、事件が解決して、はい、恋人を羽田に迎えに行くっていう設定で、うん、あの辺伊豆の辺りの熱海の辺りの、はい、こう山道を走ってる時に暴走トラックがバーッと前から突っ込んできて、で避けきれなくてあの崖下に車が起こって死んじゃうっていう、まあ、そういうシーン、それを考えたのはもちろんあのプロデューサー脚本家なんですよ、はいはい、ただあっけなくね、うん、あっけなく殉職したいっていうのだけは提案したんですよ。ああそうですか。もう粘らず、うん、そう粘らずにね、えこれ死んじゃったのっていうようなそういう死に方を考えていただきたいんですがっていう提案したら分かったっつって、まあ、結局考えていただいたのはそれなんです。ああ、うん、僕だったら顔出して叫ぶんで死んでいけない。で、まあ、車はぼーっとなんじゃこれ燃え落っこった車が爆発して燃えるんですよ、でそこにまあちょっと顔があの返そうっていうは出ましたけどね、はい、その死ぬとこはなかったんですね。あでも死に様はあの言えたんですね、こうどんな風に死にたいかっていう、うん、で後で僕それはその時僕知らなかったんで後で聞いたら、みんな新人刑事にねあのどういう死に方したいっていう聞いてたらしいんですよ。そうですか。徳川というかプロデューサー側が、はい、とお任せしますっていう人もいたし、はい、こういう風にしてほしいっていう人もいたし、あのロッキーさん、木本さんはあのロッキーっていう、ね、はい、あのロッキー山脈、はい、ロッキー山脈で死ぬっていうのを考えたりとかね、はい、なんか自分で提案した人もいればあのお任せした人もいるらしい、うん、僕全然知らなかったんですよ。だからおこがましいかなと思ったけど、こんな風にしてくださいってお願いしたのは事実なんですよ。チャンネル登録、グッドボタン、コメントよろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっとロッキーゲージかけてみましょうか。えロッキー、電話出るの。いやわかんないです。会議に出てる石原さんっていうのはものすごく穏やかだし、物静かだし、はい、怒ったり、石原さんが怒ったの何年も一緒、8年間一緒にやったけど一度も見たことないです。いろいろありますけど、安心の医療体制で笑顔いっぱいのフロンティアの介護に決めました。介護のことはフロンティア 363-133